皆さん、こんにちは、えー。数回に分けてですね、えー、試験について、えー、基本的な考え方をお話しするというね、えー、そういうことをやっているわけで、えー、今回はですね、第2回目というふうなことなんでね、まあ、あらかじめ予告しているとおり、組、え、織、ー、の試験のですね、えー、不動産登記に関する試験についてのですね、お話をしていきたいと思います。 前回ね、司法書士の試験全体、これは法的問題を解決する能力を問うゲームだ、ね、そして法的問題を解決するために必要のですね、法的知識は、卓一の試験で、そしてその法的知識が現実に使えるのかどうかはですね、既一の試験。 えー、機の試験はあ、組織の試験ということで、えー、まあ、呼ばれて、えー、いるわけなんでね。えー、 知識が使えるか使えないかをですね、えー、組織の試験で問われているのだ、なんてことをですね、えー、再確認したわけであります。えー、ですからね、えー、ま、あ、組織の試験というのはですね、え、法的知識が使えるかどうかね、え、それを問うゲームになっているわけで、え、どうすればですね、え、それを問うことができるのか、 まずはそれが問題になる、ね、ただこの問題はですね実は簡単なんですよね、えー、どういうことなのかといったらね、えー、模擬実務をやってみればですね一目瞭然にですね法的知識が使えているのかどうかねそれを判断することができる。 というふうなことなんでね、えー、そういう観点から、えー、組織の問題ではですね、えー、模擬の登記業務、えー、それを使った。まあ、これは、えー、第1回のですね、えー、国家試験から現在に至るまで、一貫して、えー、模擬の登記業務、 というね、えー、そういう業ゲームになっているというのがですね、えー、組織の試験の特色であります。まあ、なぜね、投、え、機、ー、業務が使われるのかでありますけれども、えー、今でこそね、司法書士の業務ってのは非常に多様でありますけれども、えー、昔はですね、 当期業務こそが司法書士を象徴するようなそういう業務だったんですね、まあ、もちろん今でもです、ね、他の法律事務職との区別という点で言えばね当期業務っていうのが司法書士のアイデンティティーのです、ね、源泉減塩になってるというふうなことが言えるんでね、まあ、おそらくこういうゲームの在り方をですね今後も 維持されるととといいうふうふななことになろうかと思いま,すまあ皆さん、知っての通りでね、登記業務っていうのは、2本立てになっているんでしたよね、前段業務と後段業務というふうなことで、前段業務っていうのは、事実の調査確認、それと助言でしたね、そして後段業務っていうのは、代理して登記の申請をする。 えー、当期業務自体がですね、2、えー、本立てになっているんで、書式の問題も当然、えー、この実務の実態を反映してですね、2、えー、本立てになっているわけで、まあ今日のですね、不動産投機の書式の試験。 何がポイントになるのかね、3つの事項を皆さんとともにです、ね、確認して、解説していきたいなというふうに思っております。まずね、分かりやすいのは講談ですよね、登記の申請というふうなこと、まあ、これがメインになってますし、分かりやすいんでね、まずここから説明をすることにします。 適法に、えー、登記の申請をするためにですね、えー、何ができなければいけないのかね、えー、登記の申請の本質は、えーま、登記事項の記録要求行為というふうなことなんでね適法に登記の申請をするためには必要十分な、えー、登記事項を主張し、えー、そしてその真実性を立証し 特需事項の視聴率証とは直接関係ないんですけれども、えー、登録免許税を納付するこの3つの作業がですねできなければ、えー、適法な申請はできませんというふうなことなんでまあこれを私はですね適法申請の3要素というふうに呼んでいるわけで。 まあ、たかだかですね、組織の試験の講談業務の部分は3次校が要求されているだけの話で、極めてシンプルなんですよね、でも、組織の勉強をやった人はですね、分かると思いますけれども、卓越の勉強と全然タッチが異なるんでね。 非常に戸惑いを覚えるそういう受験生の方もですね多いわけであります何が書式と択一の違いなのかでありますけれどもこれ非常に単純ですよね択一っていうのは問題の中に問題提起がされているんでね えー、知識がありさえすれば、えー、提起された問題に対して、えー、答えを出すことは非常に簡単だそれに対して、えー、組織の場合にはですねやることは抵抗申請の3要素を決めることなんだがどう決めるかはですね事件性に丸投げされているんですよね。 受験生はこの抵抗申請の3要素をどう決めなければいけないかといったらです、ね、問題に含まれている論点を漏れ落ちなく検討できるようにです、ね、自問自答しながら問題を解き進めなければいけない逆に言うと自問自答しながらです、ね、問題を解くプロセス。 これを確立しない限りはですね安定して、えー、組織の点数を取ることはできませんというふうなことになる、ねまあ、極端な話、えー、言いますとね卓実で満点取る知識がありながら、えー、自問自答をしながら問題を解くプロセスが確立できなかったらですね組織で大失敗しちゃう、えー、それが組織のお怖さなんだし。 そしてそれが卓一と比較した場合のですね組織の大きい特色になっているんですまあおそらく多くの方はですね薄々それに気づいていらっしゃると思うんだけれどこれを機会にですねはっきりと自覚をする、ね、自問自答をしながら問題を解くプロセスというのをですね確立しない限りは 安定して得点が取れないというのがですね、組織というゲームの一つの特色になっているんですよということであります。二つ目なんですが、これは不動産投機機固有の問題ですね。不動産投機の出題形式はですね、連携申請なんですね。連携申請の場合にはですね、申請の個数と申請の順序。 その判断をです、ね、間違えてしまいますと乱ずれによって、えー、0点になってしまう、ね、そういう、まあ、危険性が生ずるというのがです、ね、不動産投機の固有のです、ねまあ、問題というところであります。 この申請の個数と順序、従来の勉強法はどうしたのかといったら、こういう段取りで勉強したんですよね、連携申請を構成する個々の登記申請ね、まずこれを勉強して、そして実践型の問題を通しながら、申請の個数や順序のルールをつかむ。 ね、しかし、この勉強のやり方の最大の問題は何なのかといったらです、ね、じゃ一体何問、ね、実践型の問題を解けば申請の個数や順序のルールをです、ね、明確につかめるのかそれに対する答えは示されていないわけなので1本間違ったらです、ね、まさに当連地獄。 えー、これに陥る、えー、そういう可能性もある、ね、だからどうするのかでありますけれども、もうより端的にですね、できるだけ勉強の早い段階からですね、えー、申請の個数や順序のルールね、これをはっきりと勉強をしていきましょう、ねえーまあ、これは市販本も出ておりますけれども、 えー、F コン、えー、クレームコントロールの核心、ね、は、えー、まさに、えー、申請の個数順序、えー、そのルールをですね、えー、124個の事例を通しながらですね、えー、勉強する、えー、その点にあるわけでありますいいですか理屈は分からなくてもですね124の事例問題ねまずは 解けるようにする。ね、えー。文科省の学習モデルってのは、えー、分かるからできるという、えー、そういう図式を、えーまあ、学習モデルに使っているんですが、私の考えはそうではない。ね。できるようになって初めて、より深くですね、えー、分かるようになる。ですから、エ、えー、F コン、えー、不動産登記124の事例ね。理由は、 はっきり分からなくてもいいので、まずはできるようにする、えー、そういうつもりで、えー、一つ勉強に取り組んでいただければというところであります。そして三、えー、点目ね、えー、最後は講談事務でありまして、えー、去年平成二十九年の不動産登記の書式の問題ではですね、えー、平成二十 5年以来ね、4年ぶりに、えー、登記原因証明情報の内容になる、えー、要件事実を、えー、指摘させる、えー、そういう出題が、えー、された、果たしてですね、この取題形式は、えー、今後も継続するのかどうか、えー、それが、えー、3点目のお話であります。えー、私が思うにはですね えー、平成29年の取材はですね、えー、平成30年から、えー、法務省がですね運用を予定している V30 システム、えー、おそらく、えーまあ、それを念頭に置いてのことだろうと考えます、えー、V30 システムというのはですね完全オンラインを円滑に進めるためのシステムでありまして資格者代理人はですね 原因証明情報の作成権限はないないのだが、えー、今予定されていることで言,え言いますとね資格者代理人が電子署名をすれば、えー、それは登記原因証明情報の原本として扱うこういうことがですね、えー、予定されているわけでそれ何を意味するかといったらね資格者代理人に正面から えー、登記謄印証明情報の作成権限を,を認めたわけではないのだが事実上ですね、えー、電子署名を通して、えー、資格者代理人に、えー、登記謄印証明情報の、えー、作成権限を増やしたのと、えー、同じ、えー、そういう結果になるはずなんですね。えー、何が言いたいのかと言ったら、まさに、えー、電子署名を当社ですね、本当に司法書士は 法律家として機能するのかどうかそれが、えー、平成三十年以降ね実務では問われるのだだからまさに、えー、模擬実務としての、えー、組織の試験でもですね、えー、平成二十九年のような登記原因証明条項の内容になるような、えー、要件事実ね、えー、それを指摘させるあるいは、えー、さらに、えー、その理由を問うような そういう取材は今後も常態化するというふうにですね考えておくのが妥当のように思えます、ねまあ、以上三点がですね今日の説明で次回最後の会話ですね商業同期の組織の話をですねしようと思いますこれで終わります